なんでだ。だってパレカナは茜さんが信じてた教団じゃねえのかよ。それがなんで茜さんを捕まえようとすんだ。先々週くらいに防犯カメラで撮られたもんだ。パレカナの養護施設で。そうみたいね。ここ茜さんのいた施設だよ。見ろ春日、俺が大道寺一派に持たされていたのはその写真の一部だ。本当だ。おい、この茜さんの連れてる子は。その子こそがブライスの本当のお目当てだ。え？名前はラニー。このハワイでまさに神に等しい力を振るうブライスの地位を揺るがしうるたった一つの弱点だ。だからブライスは何としてもその子を探し出し始末する気だ。始末するだ。こんな小さい子を。ラニって言ったな。こんな小さい子をなんでブライスが狙ってんだ。まして始末するだ。待て。まずはブライスがハワイの裏社会を牛耳ってるって話からだ。説明してもらおうか。私も詳しくは知らんのだ。私がハワイで幅を利かせ始めた頃からすでにブライスはパレカナの代表でハワイ裏社会を支配していた。それっていつの話だよ。もう30年前にもなる。だからブライスの支配は少なく見積もっても30年は続いていることになる。やつは当時からあの見た目だった。30年前で。なら今あいつは何歳なんだよ。軽く90は超えてそうだな。話が本当ならとんだ怪物だ。当時の私はアメリカ本土への進出という野望があった。その手始めにここハワイで地盤作りを始めたのだ。ことは順調に進んだ。既存の中華系コミュニティを駆逐し、私はハワイにおける新たな中華系マフィアの王となった。それが頑丈の始まりか。そういうことだ。そろそろ本格的に本土進出を始めようかという頃、私のもとに一人の訪問者が現れた。オーナーの使い。そいつはそう名乗った。オーナー、ブライスのことか。ああ。だが当時の私はそのことを知らなかった。単身オーナーとやらの傘下に下るよう要請しに現れたその傲慢な男を当然突っ返したが、それが間違いだった。は？その後一週間も経たずに私のもとに小包が届いた。ごく小ぶりの段ボール箱だ。発送元は私のふるさとからだった。段ボールには人間の頭部が入っていた。ふるさとに残した私の母だ。私の出生なんてそう簡単に突き止められる情報ではない。だが奴はあっさりやってのけて私に端的に示してみせたのだ。自分に逆らうとどういうことになるかをな。
それ以降お前はブライスに屈したということか。ああ。だが当然報復の機会を伺っていた。当然だ。肉親を殺されて黙っているほど私は根性なしではない。だから私の側近は徹底的に厳選した。どこからブライスに情報が漏れるかわからんからな。だがさっきの黒服か、お前のあんな身近にブライスのスパイは潜り込んでいた。そういうことだ。そしてパレカナの存在がここに深く関係してくる。ブライスのスパイはパレカナで養成されているのだ。洗脳か。ああ、ブライスはパレカナの代表であることを利用して一部の信者に教団ではなく自分自身を信奉するよう仕向けているんだ。そうして育てられた忠実な信者は奴の指令に忠実に命すら捨てて従う駒になる。それはお前たちもさっき見たはずだ。ブライスにとってパレカナの代表っていうのは単なる世を忍ぶ仮の姿ではないということだ。ブライスがただものじゃねえってことは分かった。さっきの質問に戻るぞ。なんでブライスはこのラニって子を狙ってんだ。それも分からん。今の話で分かったろう。私もドワイトのやつもブライスの命じるままだ。だがブライスから直接命令が下ることなんて滅多にない。それが今回起こった。ラニという少女を連れて行方をくらませているアカネという女性、その二人の身柄を確保しろとな。我々に知らされたのはそれだけだ。理由もクソもない。ブライスがそう命じたのだから私たちは従わざるを得ないのだ。はあ、ドワイトのやつそんなこと一言も言ってなかったぞ。謎の依頼主から1000万ドルの仕事が来たとしか。オーナーの存在を明かすわけにはいかないからな。やつの必死の嘘にお前らはまんまと騙されたんだろう。あの野郎意外と役者じゃねえか。それでめったにねえブライスからの命令だから、やつにとってアカネさんとラニって子がやたら重要な存在だってことがわかるわけだ。だからあんたはラニがブライスの弱点だって考えたんだな。ああ、それさえ確保すればブライスとの立場を逆転しうると狙っていたんだが、考えが甘かった。マフィアのボスだのカジノの支配人だろ、ご大層な肩書きの大人がわけもわからず子供一人を追いかけ回してますってか。きっとアカネさんはこのラニって子が狙われてることに気づいたんだ。だから一緒に逃げ出した。ああ、そう考えるのが自然だな。10歳かそこらってとこか、この子は。ああ、そんな女の子が寄ってたがって食い物にされよって時にその手を取ったのは茜さんだけだった。キリュウさん、この子には助けがいる。今はどこを向いても真っ暗だと震えてるかもしれない。その先にちゃんと光はあるって誰かが教えてやらねえと。ええ、俺も 100% 同感ですよ、キリュウさん。私の息子もパレカナにさらわれてる。
このままにはしない。あ、みんなちょっと静かに。誰だあいつら。私の部下ではなさそうだが。おい、ウォン父さんよ。ここにいるのは分かってんだ。足を怪我してるって。痛えだろう。もう出てきちゃえよ。楽になるぜ。病だ。私を嗅ぎつけてきたか。あいつもバレカーの手下なのか。いや、病はハワイのこと何も分かっちゃいない。オーナーにとって小物すぎるしな。相手にしてもらえない。じゃあ何しにここへ。病にしてみや頑丈のナイフンだ。うちを潰す絶好のチャンス。そう考えたんだろう。お前らもいるんだろ。春日に桐生さんよ。本当を差し出したらお前らはあんま痛くねえように殺してやるよ。勝手言いやがる。出てこないっすね親父。連中もう逃げおおせてるんじゃ。怪我のあいつをかばって逃げてんだ。そんな早く逃げれるわけねえだろうな。まだその辺の影に隠れてる。でも親父、こうくらいとこれ以上探しようが。暗いから探せねえ。そんなちまいライト使ってるからだよ。お預かりします。なんか静かになってない？諦めてくれた？いや、あの病がそんな簡単に。確かに。あ？まさか。どうだ？これで明るくなったろ。暖も取れて一石二鳥。寒い。でたらめしやがる。ここにいたら丸焦げだ。逃げるぞ。キルさん。急げ。火の手が早い。よかった、ここなら一息。ほら、いたじゃねえか。やるしかなさそうだな。こいつら倒せたとしても、ここからどうやって。心配すんな、じいちゃん。大丈夫だ。トミー、早いとこ頼むぜ。さあ、本気出さねえと、いよいよ死ぬぜ、キルカズマ。この状況で出し惜しみなんてするんじゃねえぞ。すぐ倒れんじゃねえぞ。下がって消えがる。あ、なんか上から落ちてきたよ。木が燃え落ちたみたいだな。うまく使えるかもしれねえ。火に囲まれちゃったみたいね。ああ、近づこうもんなら無事じゃ済まなそうだ。一緒にやる？やっ！ガンガン行くぜ！かかってこい。俺俺。
相手してやる。ガツンと行くぜ。受けてみな。うわの出番ね。ちょっと休憩。どうした？ガンガン行くぜ！相手してやる。ガツンと行くぜ！命を大事に回復だ。ありがとう。調子出てきたぞ。手数がいるな。何？来ない。よし。上出来ね。どうした？相手してあげる。手加減はなしだ。いつでもどうぞ。寝てるわ。寒い寒い、足りねえんだこんなもんじゃよ。楽しませる。合わせるぜ。私の出番ね。よっと、調子出てきたぞ。よし。はっ！いつでもいいぜ。ガンガン行くぜ！向かうところ引き出しだな。よし、上司コツつかめたんじゃねえか。まだ強くなれるとはな。あーくそ、寒いな。大丈夫っすか、キリュウさん。だがこのままじゃ全員焼け死ぬぞ。なら本当はここに置いてかない？私たちだけならなんとか逃げられるかも。バカな、頼む、助けてくれ。そうしてのは山々なんだけどよ。頼みの綱と言ったら。来た、避けろみんな。早く乗れ。よし、警戒してくれ。ほら、
たぐってる場合じゃねえぞ。運転はお前がやれ、ちとせ。はい。道島の竜がなんてざまだ。キリュウさん、キリュウさん、来るな、行け。俺らがみんなここでやられたら、アカネさんたちを誰が守る。ちとせ、車出せ。ダメだ、待て。俺は大丈夫だ、行け。キリュウさん、キリュウさん。殿にも春日にも逃げられて、残ったのは死にかけの化石だけか。昔あんたは俺の憧れだったのにな。残念だ。キリュウさんのスマホ電源を切られてるんです。 GPS で位置を突き止められないように。そういうことです。とりあえず落ち着きませんか、春日さん。ああ悪い。状況から察するに、キリュウさんは捕らえられたと見るべきでしょう。もし殺されたのなら、わざわざ GPS の対策はしない。いや、キリュウさんを殺して死体ごと海に捨てたってのは、その場合もスマホの電源は切れるぜ。的確な指摘ですね。空気を読んでいないことを除けばですが。だってよ、決めつけは良くねえと思ってたな。トミーはちょっと静かにしてて。キリュウさんがやられるわけがねえぜ。けど今はあの人にも助けがいる。大至急だな。ええ、今は茜さんとラニさんの捜索よりも緊急性が高いと言わざるを得ません。意外、てっきり逆のことを言うかと思った。キリュウなんて駒に過ぎないのだから、放っておいて任務遂行を急げと。彼が大道寺一派の駒であることは事実です。ですが彼は替えの利かない駒です。任務遂行のためにこそ、キリュウさんの救出を優先すべきです。病の縄張りに乗り込むってことなら一応場所はわかる。俺もそこに出入りしてた。なら話は早いな。キリュウさんを返してもらいに行く。お前はそう言うだろうけどよ、俺らは命からがら逃げてきたとこなんだぜ。しかもキリュウさんが抜けた穴は埋まってねえ。俺らだけじゃ。花尾さん、あんたの腕っぷしを当てにしていいのか。階段を登るだけで息が切れますが、お役に立てそうですか。他を当たるよ。よくそれでキリュウさんに命令できてたね。なあ、
なるほど。なあ。ねえ。いいや。今どこにいると思う？いや、せっかく電話くれたのに悪いんだけど、取り込み中でね。それどころじゃねえんだよ。ああ、やっぱりな。なんかそんな気がしてたんだ。ん？お前今どこにいるんだ、春日。力になるぜ。すぐ迎えに来い。俺ら空港を出るとこだ。空港ってハワイの？おうよ、俺もいるぜ、一番。頼れる親友、難波さんだ。なんだよ、どうなってんだ。俺らも仕事なくて暇してたろ。だから初海外で困ってるであろうお前を助けに来てやったってわけだ。ありがてえ。早速二人の助けがいるんだ。大急ぎでな。そう来なくっちゃな。空港にいるんだったな。じゃあビーチの入り口あたりで落ち合えるか。せっかくハワイに来たとこ悪いんだけど、相手はまた日本のヤクザだ。そいつらから桐生さんを救い出す。なんだそりゃ。二人のおかげで光が見えてきた。じゃあ後でな。援軍の到着だ。これで桐生さんを助けに行ける。そんなにすげえ奴らなんか。私たちより。俺の仲間はみんな最高だよ。とにかく動こう。話は後だ。出発するか。What are you looking at? What's with your face? What you looking at? What you looking at? What?おう。いいよ。スジモンバトル開戦だ。しゃあやってやろうぜ。楽しくなってきたな。相手さん死ぬかもな。いい座り構えだぜ。しゃあくらえや。
流れを変える。これでどうだ。シャー、ファイター撃破。行くぜ。行くぜ。ナイスナイス。とっておきの準備ができたぜ。おめえに決めたぜ。シャー、ファイター撃破。よっしゃ。ファイト。勝ててよかったな。安全運転。What? I'll flick you. どうした？行くぜ。全力でたまって。やっころって。この調子で勝ったらいいでしょ。許さないぞ。やんのかこの野郎。私の出番ね。受け取ってくれねえか。
どういうことだ。悩むね。来いよ。信じられるか。開けてみるか。やったぜ。全力で行こうぜ。行きますよ、皆さん。行くぜ、おめえら。突撃。みんな、勝ちに行くか。どこから攻める？楽しくなってきたな。おめえに決めたぜ。どこから攻める？こいつで、しっ、相手さん、いい面構えだぜ。流れを変える。こいつで、ほら、ナイスナイス。必殺技のチャンス到来。おめえに決めたぜ。こういうのはどうかな。準備はいいか。俺たちが負けるはずねえ。スジモンバトル開戦だ。しゃあ、やってやろうぜ。
な。頼むぜ。死ぬかもな。行くぞ。しゃっ。よっしゃ。早く倒れろよ。死ぬ。シェイ。ファイター撃破。よっしゃ。信じてるぜ。流れを変える。シェイ。シェイ。ナイスな一撃。とっておきの準備ができたぜ。ここだ。ナイス。勝利や。よし。練習通り。ふう。勝ててよかったな。そらそら集まれ。せーの。安全運転。いい面構えだぜ。これからだ。流れを変える。よっしゃ。
めえに決めたぜ。こいつは行くぞ。落ち着いていけ。流れを変える。くたばれ。消えろ。必殺技のチャンス到来。しゃ、行くぞ。これでどうだ。おめえに決めたぜ。行くぜ。ナイス。勝利や、勝利や。必殺が決まったぜ。調子いいね。It's not a joke, shithead. Huh? Saying it's a joke? You'll regret this. よっしゃ、行くぜ。全力でかまつぜ。What are you staring at? Saying it's a joke, dipshit.出発進行。ん？I'll bury you! さっさと始めようぜ。よし、やっちまった。ちょっと休憩。ぶちかます。私も。ほら、はい、よし。さあ、私の出番ね。ほら来いよ、二人がかりだ。はい、やっ、よっと。俺の番だな。低下すぜ。さてと。おりゃ、えい、ガンガン行くぜ。俺もやれるぜ。はあ、よし、やっちまうか。ちょっと聞いて。 This song's for you。ぶちかます。二人がかりだ。やっ、よし、やらないよっと。次、
ぜ。はっ。よっしゃ、一緒に強くなろうぜ。ふん、キレキレだな。一緒に強くなろうぜ。これからよろしくな。完了。
とはな。やったぜ！これからよろしくな！強くなろうぜ！超えた大波の数だけでっかい男になれるんだ。今日はついてるぜ。おっしゃ、大当たりだ。
めえら行くぜ、おめえら突撃。みんな勝ちに行くか。信じてるぜ。流れを変える。くらえ。逃げんじゃねえぞ。せえ。ファイター撃破。こいつね。おめえに決めたぜ。早く倒れろ。さあ、行くぜ。死ぬかもな。死ぬ。ナイスな一撃だ。これでどうだ。早く倒れろ。いい試合だったぜ。またな。調子いいね。お、アロハ。What's up? Hey, asshole. びしょびしょだぜ。ハロー。Hey. アロハ。Hey, you. Hey, you there. Hey, you. やった。Hey, you. Hey, you there.ハロー。ん？分かった。
行くぜおめえら突撃しゃあやってやろうぜ流れを変えるくたばれ。こういうのはどうかな。ナイスの一撃だ。とっておきの準備ができたぜ。しゃ、行くぞ。おめえに決めたぜ。どこから攻める。行くぜ。逃げんじゃねえぞ。どうだ、決着だ。するか。調子出てきたな。なあ、ハハ
準備はいいか？集中していきましょう。スジモンバトル開戦だ。しゃあやってやろうぜ。信じてるぜ。おめえに決めたぜ。くらえ。逃げんじゃねえぞ。これでどうだ。行くぜ。ほっ。どこから攻める。流れを変える。くたばれ。シェア。オラ。シェア。ファイター撃破。これでどうだ。これからだ。楽しくなってきたな。おめえに決めたぜ。しゃ、行くぞ。よっしゃ。はあ。こういうのはどうかな。流れを変える。ここだ。ナイス。よー、高まってくるな。よし。こいつで。
準備はいいか？絶対勝とうね。スジモンバトル開戦だ。みんな勝ちに行くか。みんな頼むぜ。どこから攻める？おめえに決めたぜ。くたばれ。早く倒れろよ。さあ。しゃ、行くぞ。しゃしゃ。くたばれ。はっ。ひゅ。楽しくなってきたな。ここだ。ナイス。おお、高まってくるな。よし。おお、よっ。うわっ。流れを変える。くらえ。逃げんじゃねえぞ。こいつね。行くぜ。逃げんじゃねえぞ。いい試合だったぜ。またな。
で行こうぜ。行くわよ、あなたたち。行くぜ、おめえら。突撃。おっと、両チームとも気合は十分のようだ。おっと、こいつ顔面が変わりました。一つのミスが命取り。あっと、ここでファイターを入れ替える。くらえ、逃げんじゃねえぞ。よっしゃ、体勢を整えるようです。どうかな。シャッシャッ、たまらずダウン。顔面が変わりました。ここでファイターを入れ替える。いくぜ。シッ、おりゃ、大技が炸裂。大ダメージだ。互いのプライドがぶつかり合います。一つのミスが命取り。緊張が走る。盤面が変わりました。よっしゃ、強烈な一撃。おっと、そろそろとっておきが飛び出す。おっと、ここでファイターを入れ替える。こいつで、おら、たまらずダウン。盤面が変わりました。さら、よっしゃ、戦いの熱がこちらまで伝わってきます。よっしゃ、ここでファイターを入れ替える。ここだ、ジャストミート。高まってくるな。うし、ファイターの体力が大きく回復しています。顔面が変わりました。それじゃ、これはとんでもない敵が決まった。ここでファイターを入れ替える。しゃ、行くぞ。姿勢を整えるようです。終わらせるぜ。くたばれ。おら、あった、大技を打つ準備が整ったか。さら、骨は拾って。さあ、ファイターたちの活躍に注目しましょう。行くぜ。ナイス。おお、高まってくるな。うし、みるみるチームが癒されていく。ここでファイターを入れ替える。行くぜ。スイッ、おお、大ダメージだ。一つのミスが命。おっと、体勢を整えるようです。逃げんじゃねえぞ。強烈な一撃が炸裂。ここでファイターを入れ替える。行くぜ。これは素晴らしい。一斉にダウン。
くらえ！逃げんじゃねえぞ！おっと！決まった！そこまで！とても見応えのある試合でした。これほどの名勝負には。そう。
緒に強くなろうぜ。一緒に強くなろう。やったぜ！これからよろしくな！
とはな。何でもできる。どんな気分だ。安全運転で行こう。What's good around here?
This'll be a good workout. さあ、行きますか。私の出番ね。はあ。よっ。はい。せー。よっと。いや。よし、やるぜ。ビビってな。一緒にやる。はい。よし。相手してあげる。もらった。よし、覚悟。よっ、はい。このカードショー。この調子で勝負しましょう。まだ何か言おうか。行くぜ。俺の気持ち受け取ってくれねえか。考えさせてくれ。来いよ。出直してきね。気分が乗ってきたぜ。よう。全力で行こうぜ。絶対勝ってやろうぜ。行くぜおめえら、突撃。さあ楽しんで行こうぜ。どこから攻める？くたばれ。早く倒れろよ。しゃっ。いつね。楽しくなってきたな。流れを変える。決めたぜ。くたばれ。消えろ。しゃあ、とっておきの準備ができたぜ。これでどうだ。どうだ。流れを変える。くらえ。逃げんじゃねえぞ。ナイスな一撃だ。これで。おめえに決めたぜ。行くぜ。ジャストミート。
く味わってくださいね。よっしゃ、いい試合だったぜ。またな。よっしゃ、おめえら最高だったぜ。最後に決めるぜ。せーの、やんのかこの野郎。Aloha. Thank you very much.私の出番ね。いつでも手貸すね。はい、よっと、ぶちかます。一緒にやる。おら、もらった。よし。はっ、よっ、ちょっと休憩。行くぜ。全力でかまって。よみがえれ。センチオ。まだこっからだろうが。はっ。どこにいるの？ミスったら。やっちまうか。セイン。この調子で吸収が早いのよね。ナンバー、足立さん、待たせたな。本当に来てくれたんだな。なんかすげえ久々に会った気がするぜ、うん、おいおい、そんなに時間経ってねえぞ。どんだけいろいろあったんだ。そちらのお二人さんは。お、ああ、紹介するよ。ちえちゃんにトミーだ。どうも。ハワイのギャングとやり合ってるうちに仲間になったよ。
と思う。なるほど、君らがハワイの新パーティーってわけか。しかしギャングだなんだってお前、なんでおふくろさんに会いに来ただけでそんなことになるのかね。話すと長くなるんだけど。どっから話す？俺の生い立ちから行くか。なあ、それはちょいと長くなりそうだからまた今度な。あ、そう。キリュウ様、敵に捕まっちまっててよ。何？ちょっと状況を説明させてくれ。ああ、ごめんなさいね、着いて早々に。なあに、こいつに振り回されるのには慣れてるんだなあ。もうさっきも言ったけど、俺たちは暇だからよ。春日の頼みだ、いくらでも振り回してもらって構わねえぜ。なあ、俺の仲間は最高だろ。本当ね。よろしく。一番には振り回されたらしいさ。気合い入れてこぜ。おいよ、おう、了解。よっしゃ。なるほどな。で、その病ってヤクザが仕切ってんのがナイトスクエアって一体なわけか。キリュウさんが捕まったとして、どの道居場所は病から聞き出すしかね。なんてこった。一瞬も観光してる暇がなかったな。キリュウさんを助け出したらゆっくり案内するよ。行こうぜ、病の根城に正面突破だ。大した作戦だ。だが嫌いじゃねえってんだろ。そういうこった。よっしゃ、なら桐生さんが心配だ。もたもたしてんなよ、一番置いてくぞ。ああ、行こう、頼りにしてるぜ。みんな出発進行。これだな。うまく取れたぜ。集まれ。集まれ。はい、はい、ポーズ。悲しんで、笑って、変顔変顔。綺麗な海見てると叫びたくなるよな。そう？まあ気持ちはわかるぜ。カスがなんて叫ぶんだ？ヤッホーかな。それ山で叫ぶやつじゃねえの？山彦とか。実際叫んでる人見たことないけどね。
俺は山登ったら叫ぶぜ。山彦が心地いいんだ。じゃあ今度みんなで山にヤッホーしに行こうぜ。おお、行こう行こう。この辺はいい山も多いしな。私は別行動で。逃がさん。ガキの頃はハワイなんて金持ちが遊びに行く場所だと思ってたな。確かにな。今は普通に家族旅行とかで行く感じだけど。ハワイが憧れの地みたいなのはもうおっさんの発想なのかもな。そんだけどこにでも手軽に行ける時代になったってことだ。つっても俺はあんなきっかけがなけりゃ来ることもなかったかも。まあ理由はどうあれハワイにいるのは事実だ。満喫するぞ。そうだ、土産屋でペナント買おうぜ。それこそおっさんの発想だろ。だいたい売ってんのかよ。うん、わからん。なかったらご当地提灯でもいい。勝手に探してくれよな、おっさん。仲良し。トーローハ。Thanks, very
おかしいな。どうした、ダチさん。いや、スマホの地図だとこの辺に行きたかった店があるはずなんだが、全然見当たらねえな。潰れたんじゃねえの？そんなはずはねえ。ちゃんと調べたからな。今日も元気に営業中のはずだ。じゃあ、スマホのマップがおかしいのかもな。んだよ、進化してもこういうとこはまだまだ改良の余地はあるんだな。さっきから気になってたんだな。ダチさん、スマホ逆に持ってね。え？ああ、改良の余地あんのはあんたのうっかりの方だろ。ちょっと何？ナッツオーカー。おっしゃ、行くぜ。私の出番ね。手貸すぜ。よっ、よっと。俺の番だ。ビビってんのか。いつでも。ほれほれ、手伝うぞ。一緒にやる。出番が来たな。ほら来いよ。行くぜ行くぜ。私も。任せといて。いい調子だぜ。Aloha! Thank you!的にブーム来るよな。まるで波のように。足立さんもやってたのか、サーフィン。ああ、浜辺で美女とひと夏の恋をと思って頑張ったよ。まあ現実はそんなに甘くなくて全然うまくいかなかったけどな。夢は儚く消えたよ、まるで泡のように。さっきからちょいちょいポエム挟もうとしてんの何なんだよ。いや、こんな感じでシャレオツに声かけてたんだけどな。無念。そのせいなんじゃねえのか。よっしゃ。戦闘準備完了。全力でかまつぜ。もう、また成長しちゃった。よし、
いていかないでくれよ。What are you looking at? This ain't a show, dipshit. I'll put you in your place. さっさと始めようぜ。全力でかますぜ。一番出来じゃねえか。よし、アロハ。Thank you very much.出発進行。わかったわ。全力で行こうぜ。絶対勝とうね。スジモンバトル開戦だ。みんな勝ちに行くか。おめえに決めたぜ。こういうのはどうかな。必殺技のチャンス到来。よっしゃ。こいつで。これからだ。流れを変える。くらえ。逃げんじゃねえぞ。ナイスな一撃だ。それし。ファイト！おめえに決めたぜ！行くぜ！ナイス！必殺が決まったぜ！負ける気しないよ。
体を温めとかねえとな。行くか。シェーブアイスうまそうだな。後で食おうっと。かき氷といや縁日とかでいつもブルーハワイ食ってたせいか、ハワイは青みたいなイメージを勝手に持ってたんだよ。ああ、俺もブルーハワイがハワイ代表だと思ってたわ。だろう？まあガキの短絡的な発想でしかなかったんだが、いざ実際にハワイに来てみて、この海や空を見たらよ、あながち間違ってなかったなって思うぜ。綺麗な青だ。そうかもな。今になって答え合わせってわけだ。そんなハワイを楽しむためにもいろんなとこ行って遊ぼうぜ。で金使いすぎて真っ青にならねえようにしねえとな。仲良し。出発進行。アイスの路面店を見るとトルコアイスを思い出すんだよな。あの伸びるやつ美味しいよね。確かに路面店多いかも。一番もあれ好きなんだ。まあ好きっちゃ好きなんだが、それよりもん？店主がアイスを渡してくれそうで渡さないパフォーマンスがあるだろ。なかなかアイスくれないやつね。渡されたと思ったらカップだけとか。あれに勝ちたい。勝つって何？わかる。俺も常々一矢報いたいと思ってたんだ。足立さんもか。ああ、あのカップクルクルしてる瞬間奪えそうなんだよな。あれ途中何回かチャンスあるよな。でも全戦全敗だ。きっと何か攻略法があるはずだ。いつか勝とうぜ、あの親父に。ああ、俺たちの本気を見せてやるぜ。千歳も一緒に行くかい。絶対にあんたたちとは行きたくない。あのくらいの犬を見ると警察犬と捜査したことを思い出すぜ。警察犬か、かっこいいな。相棒として手なずけてたのか。いや、相棒っていうよりもお犬様って感じだったな。能力を発揮してもらうためにめちゃくちゃ気を使ったぜ。まあそのおかげで犬の扱いはちょっとうまいんだけどな。マジか、ちょっと驚きだな。イメージと違うだろ。大変なんだよ警察犬の捜査って。いや、足立さんが気を使って働いてたことに驚いてる。どういう意味だこの野郎。よっしゃ。
いただきます。いただきます。ハワイでうまい料理いろいろ食ってきたけど、こういうとこでうどん食べるとなんか安心するね。なんつうか家に帰ってきた安心感みたいな。まあ言いたいことはわかるけど、そこにある寿司じゃダメなのか。日本の代表料理だろ。それカリフォルニアロールだろ。ダメとは言わねえけど、カリフォルニアロール食って自分の家に帰ってきた感覚にはならねえな。だな、どっちかっていうと転校生のうちに遊びに行った感覚に近い。なんじゃそりゃ、よくわからん例えだな。トミーも外国行った先で馴染んだ料理食べたらわかるかもよ、そういう感覚。まあ海外とかで食べ慣れた味にあったら確かにちょっと安心するのかもな。おうよ、今度トミーが日本に来ることがあったらめっちゃうまいきつねうどん食える店に連れてってやるぜ。お、富澤からしたらそこはハワイ料理なんじゃねえのか。ごちそうさま。 Thank you very much. Welcome. いただきます。いただきます。カリフォルニアロールってうまいけど、初めて見た時は寿司って感じしなかったよな。日本の回転寿司とかでも最初は驚かれたが、今じゃ人気商品としてすっかり受け入れられたな。新しいセンスでメニューの幅が広がるのっていいよね。まあ寿司に対してこのアレンジは大胆すぎて、握りや巻き寿司で育った俺らからしたらなかなか出ない発想かもな。これからも進化するのかね、寿司。どうだろうな。ちょっと前にネット記事で見たけど、シャリとネタをパンで挟んだ寿司パンが誕生したらしいよ。もうそれはパンなんじゃねえの。まだ寿司には進化の余地がありそうだね。俺もなんか考えて一発当てるか。ええ、じゃあカスが何を作るんだ。うん、炙り系とか好きだからその辺で攻めたいな。いいじゃんいいじゃん、炙り縁側とか好き。渋いな。パンがありなんだろ。ちょっと洒落た感じも出したいところだな。となると炙りトマトチーズパン寿司ってのはどうだ。それもただのピザじゃねえか。Thank you very much. Sushi 屋のお茶ってなんか激アツな温度の多くないか。それは口の中に残るネタの油を溶かして洗い流すためだな。そのおかげで次のネタも美味しく食えるってわけだ。はあ、なるほどな。暑さで油を溶かしてたのか。まあぶっちゃけ俺は猫舌なんだがな、この話を知ってからは暑さに耐えて根性で一気飲みしてるぜ。それ逆に舌やけどして味わからなくならねえか。確かに。仲良し。たまには将棋やるのもいいな。ガキの頃は近所じゃ一番うまかったんだぜ。へえ、そんじゃ今度手合わせ願うとするかな。いつでも受けて立つぜ。俺に指さばきで勝てるかな。えらい自信じゃねえか。ん、指さばき。おお、音を立てず人思いに駒を引くのがコツよ、将棋崩しの。これ将棋崩しの話だったのかよ。よっしゃ。
安全運転で頼むぜ。ハワイの料理も結構好きなんだが、たまには和食も食いたくてな。まあ気持ちはわかるぜ。卵かけご飯と味噌汁が恋しくなる。俺納豆ご飯を食いたいぜ。毎朝のルーティンだしな。ていうと？毎朝納豆を500回混ぜてから食うのが俺の日課なんだよ。きめ細かな粘りになるし、腕も鍛えられて一石二鳥さ。朝っぱらからストイックなことやってんだな。仲良し。ちょっと何？喫茶店とかでパソコン開いて仕事する人多くなったよな。日本でも最近よく見るけど。まあ働く場所を選ばない時代ってことなんだろうな。俺は誰かに画面とか見られそうで落ち着かねえからやらねえが。お、セキュリティ意識ってやつか。立派な心がけじゃねえの。だろ？パスワードも全部変えて危機管理は万全よ。それちゃんと覚えられてんの？いや、最近物忘れがひどくてな。だから思いつく単語を片っ端から入れてなんとか突破してるぜ。そのセキュリティ綱渡りすぎるだろう。よっしゃ。行くぜおめえら突撃。さあ楽しんでいこうぜ。これからだ。どこから攻める？これはどうする？行くぞ。行くぜ。これでどうだ。くたばれ。早く倒れろよ。しゃっ、とっておきの準備ができたぜ。行くぜ。流れを変える。しゃ、消えろ。行くぞ。ナイスな一撃だ。くたばれ。消えろ。シェイファイター撃破。
おめえに決めたぜ。よっしゃ、行くぜ。出てよかったな。そらそら集まれ。せーの。調子いい。どうした？風邪か？いや、誰か俺のこと噂してんのかもな。最近足立さん見ないわね。寂しいわ。みたいな。日本に残してきた子猫ちゃんたちを思うと心が痛いぜ。くしゃみ一発でそこまで語れるってさすが足立さんだぜ。そんな褒めるんじゃねえよ。仲良し。やってやろうぜ。任せといて。やっちまうか。ちょっと休憩。ぶちかま。一緒にやる。私も。かますぜ。調子が出てきたな。こうねえのか。黙らせてやる。はい、置いていかないでくれよ。This will be a good workout.準備はできてるぜ。一息つきたい。さよなら。しつこいな。
アロハ。Thank you. You got old. Oh, yeah? Aruha! Just...張り切っていこう。安全運転で頼むぜ。おお、公衆電話だ。日本でもあんま見なくなったよな。まあこれだけ携帯が普及すりゃ仕方ないんだろうけどね。俺はアイドルのテレカとか集めてたぜ。いたな、テレフォンカードを集めてるやつ。足立さんもか。だがレアなカードを後輩が勝手に使っちまってな、カードに穴が開いちまって、もう戦争よ。昔ならではのエピソードだな。俺の心にも穴が開いちまって、それ以来集めるのをやめたんだ。お前も勝手に人のテレカ使ったらダメだぞ。俺との約束だ。わかってるよ。すが、人のテレカ使う機会がほぼねえし。よっしゃ。向こうに咲いてる花、ハイビスカスか。綺麗だな。知ってるか、ハイビスカスの花言葉は信頼なんだぜ。ほう、詳しいじゃねえの。キャバ嬢の気を引きたくて昔本読んで覚えたんだ。努力かなことで。他に何か面白い花言葉ないのか。そうだな、覚えてるのといえば巾着草とか。また随分と渋いとこ行くな。その花言葉は何なんだい。あなたに私の財産あげます。ああいつでも待ってるぜ、春日。巾着草だけくれてやるよ。仲良し。走り行くか。
ハロー。わしはボス。アロハ。まだまだ余裕だぜ。さあ、行きますか。よし、やたろ手伝うぞ。やっ、ちょっと消えて、ガンガン行くぜ。一緒にやる。出番が来たな。可要让我尽兴一点。これこい。いつでもどうぞ。小動手吗？いつでもいいぜ。必殺！ボー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 ！攻め時だ。私の出番ね。はあ、せいせいにょっと、ぶちかます。私の出番ね。やっちまうか。ちょっと休憩。ガンガン行くぜ。いつでもどうぞ。受けてみな。ガッツンと行くぜ。頑張りますか。これだけ。いい調子だぜ。ハワイは湿度が低くていいな。カラッとしてて過ごしやすいぜ。ああ、確かに暑くてもあんま疲れないかもな。逆に日本の梅雨とかはジメジメして気がめいるぜ。足立さんは湿度に弱いのか。俺っていうか俺の髪だな。朝バシッと髪型を決めても湿気のせいですぐボサボサになっちまう。俺のハンサムフェイスが台無しよ。ったく、営業妨害だよな。まあ気持ちはわかるけど。え、何の営業？よっしゃ、深く知れた気がするぜ。New vacuum.
Take the plunge? Yeah. You got him. ご苦労さん。アロハ。いらっしゃい。いらっしゃい。やってるね。ああ、先にいただいてるぜ。ハワイの酒もなかなか悪くねえな。そいつはよかった。お気に召したようで何よりで。いや、なんか不思議な感じだよな。こんなリゾートで足立さんと飲んでるなんてよ。言えてるな。せいぜい田舎者だと思われねえように気をつけねえと。しかしお前はなんか随分ハワイに馴染んでるな。いや、なんか溶け込みすぎてねえか。お、そうかい。俺もそんな気してたんだけど、この髪型とか結構ハワイにマッチしてるよな。そうらしいな。うん、じゃあせっかくだし俺もちょっとイメチェンしてみるか。へえ、足立さんがイメチェンね。足立さんは今のままの方がいいよ。全然悪くねえんだから、どこも変える必要ねえって。お、へへへ、なんだよ、やっぱりそうか。変わらないものへの安心感ってのもあるからな。俺の中じゃ足立さんがまさにそれよ。相変わらず嬉しいこと言ってくれるじゃねえか、お前ってやつはよ。それにしてもよ、こうしてると偉人町での日々が随分昔のことみたいだぜ。ハロワをクビになるわ、ネットで炎上するわ、いろいろあったよな。うん、お互い苦労して築き上げてきたもんがあっという間にパーになっちまった。足立さんの会社まで巻き込んじまったな。本当にもう何回謝っても謝りきれねえ。いや、だからよせってんだよ。お前が謝ることなんて何にもなかったじゃねえか。それに俺の会社ったってちょいと社長気分を味わってみたかっただけでね。そういう割に結構計画的にやってたろ。会社の方針とかなんか迷いがない感じだったぜ。迷いはそうだな、確かになかったか。はん？元刑事としての経験を生かしたかったんでな。警察じゃできねえ、民間ならやれる仕事もある。事件が起きる前にそいつを防ぐってな、これからまだまだ伸びてく分野だ。この老骨も世のため人のためにもう少しお役に立ってみせようと思ってた。それがやっとこさ軌道に乗って、なんならビジネスを次の段階に進めるかなんて言ってたのに。コンサル警備のグループ企業が目標っつってな。だがもう済んだことだ、忘れたよ。てめえがつまずいた石をほじくり返してるより立ち上がって前に歩き出す方がいい。その時は俺も何か手伝わせてくれよ。足立さんのためなら何だってやるぜ。おう、そんじゃ次のビジネスプランを考えるか。もちろんこっちのゴタゴタが片付いた後でな。改めて
足立さんが来てくれて心強えよ。難波と一緒に駆けつけてきてくれた時はもう本当にありがたかった今の俺をそんな風に言ってくれるのはお前くらいのもんだ。お前を手伝うことで俺も毎日に張りがある。持ちつ持たれつだよ。そっか。となるとん？まだしばらくお互いに支え合う必要があるな。俺ら当面は俺が助けてもらってるけど。気にすんな、今度倍にして返してもらうからよ望むとこだ。やっぱうめえな。ハワイで飲む酒は格別じゃねえかあんま飲みすぎんなよ。ここはサバイバーと違ってツケが効かねえんだから。大丈夫だって。もうマスターとも通過の仲よな。あマスター。ええ、ごゆっくりどうぞ足立さん。あれなんだよ、もうすっかり馴染んでんじゃねえか。へへ、飲み屋にすっと溶け込むのも刑事時代に培った能力の一つだ。なるほど、器用な子って。さすがは年の子、勉強になります。よし、もう一杯行くか。気分がいいからおごってやるよ。お、じゃあマスター、この店で一番高い酒を頼む。あ、待った。それを頼むんだったら出世払いだ。俺の次の事業が成功したら出してやるよ。ごめんマスター、やっぱ今飲んでるやつのおかわりくれる？よ、トミー。ああ、一人で飲んでたのか。俺もいいよな。もちろんだ。おめえが来るのを待ってたんだからよ。その後は特に変わりねえのか。さあな、俺はもうマリア近藤に近づいたりする気はねえからよ。そっか。トーマス、いやトーマス、僕だよ。ん？トーマスって、うん、やべ、近藤だ。近藤ってマリーさんの？いいか一番、俺はあいつの前じゃトーマスってことになってるからな。お、そっか。トーマス、こんなところで会えるなんて。いや、今店の前を通ったら君が見えてさ。こちらはお友達？ああ、俺はその、そう、トーマスのお友達で春日ってんだ。近藤と言います。トーマスにはこの間一杯ごちそうになっちゃって。だからさトーマス、今日は僕がここでおごるよ。いいよね。ご注文はどうしましょうね、トーマス。そうだな、トーマス、どうすんだ。遠慮はいらないよトーマス。そんなトーマス、トーマス言うなって。いやすまねえ近藤さん、今取り込んでてさ。また今度にしような。そう、あ、じゃあそうだ、連絡先教えてもらえる？前に話した僕のマリーにもぜひ会ってほしいし、僕はさ、慣れないハワイで優しく声をかけてくれた君にすごく感謝してるんだよ。あ、それは嬉しいんだけど、俺の連絡先はそのちょっとな。あれ、どうかしたトーマス。僕何か気に障ることでも言ったかな。ワリコンド、とにかくここを出ようか。外で話そう。え、なんで？とにかくここはちょっと周りの目が気になる。それもそうだな。あいた。
ちょっと、どこ見てるんだ君たち。は？ Fuck you say to me？ おーっと、また今のは近藤が悪かった。すまない、勘弁してくれ。なんで？そりゃないだろトーマス、今の見てなかった？多分彼らをわざとぶつかってきたんだ。どうせすぐ因縁つけて金を出せって言ってくるよ。おい、よせ、向こうさん怒ってるぞ。大丈夫、これでも僕は空手の有段者でね、腕には覚えがあるんだ。せい、やめろって。あんたもうすぐ結婚するんだぞ。ここでバカな真似したらまたマリーが傷ついちまうだろうが。また傷つくって。 Cuz all three of you need to shut the hell up and this guy needs to apologize. Let's get that wallet out, jerk off. My business is only getting more expensive. 分かった、金だな。待ってろ、今出すから。ダメだってトーマス、そんなこと君にさせられない。 I'm about to take your head off too, bro. あんたは関わるな近藤さん。さっきトミーが言ってたの聞いたろ。ん、トミーって。なことはどうでもいい。とにかくあんた下がったろ。絶対に手を出すな。よお前ら、そっちの空手男は俺の手下なんでな、文句があるなら俺に言え。トーマス、あんたは行け今度。もう俺にも構うな。でもこうなったのは僕のせいなのに。マリーにトーマスがよろしく言ってたと伝えてくれや。こっちは俺らが引き受けだぜ近藤さん。 No more jowing assholes. Time to make you bleed. You better pay for the damage. やんのかこの野郎。俺の番だ。俺もやれるぜ。せい、調子がいいぜ。来ねえのか。もらった。おや、止め。ありがとうよ。行くぜ行くぜ。行くぜ。いや、もう一枚。ありがとうよ。行くぜ行くぜ。行くぜ。
行くぜ。 あれやるぞ。 OK。 ボッとしてっと。 怪我するぜ。 ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。命を大事に。これでありがとうよ。調子がいいぜ。やるのだ。行くぜ。行くぜ。来ねえのか。もらった。いや。ほら。いつでもいいぜ。受けてみな。みんな死ぬなよ。回復だ。ありがとうよ。調子がいいぜ。行くぜ。放電準備。ありがとうよ。行くぜ行くぜ。ふん。でもシュリンプ。もらった。行くぜ。
行くぜ行くぜ。Look at you, little shrimp. Better give it up. いつでもいいぜ。やんのかい。Hey, look at the little yo. いつでもいいぜ。Look at you, little shrimp. Oh, fill you. Come on, come on.こうねえのか。Better give it up. Hey, look at the little yo.You little shrimp. Oh, fill you. Come on, come on. Hey, keep it up. Hey. やんのかい。こいつで。ガンガン行くぜ。Yo. Look at you, little shrimp. 回復だ。ありがとうよ。調子がいいぜ。ほらよ。ありがとうよ。がいいぜ。もらった。はい、やがれ。おしゃ。ぶっちかます。ほら来いよ。行くぜ行くぜ。行くぜ。ありがとうよ。調子がいいぜ。また強くなっちまった。ふう、こいつらには悪いことしたな。はあ、おいお前ら、もうおとなしくしてろよ。さもなきゃこっちはまだまだいけんぞ。さっきの空手男にも手を出すんじゃねえぞ。分かったのか、近藤さん。もう行け。この乱闘騒ぎとあんたは無関係だった。いいな。トーマス。俺はあんたが思ってるようなやつじゃない。少し前まではヤクザやってたんだ。だから
これ以上お互いに踏み込むのよそ。俺の連絡先も知るわけにはいかねえ。そんな。ただ虫がいいようだがよ、最後に一つだけ言わせてくれ。え？いいか近藤さん、あんたがバカな真似すればマリが傷つくことになる。例えばさっきあんたがうかつに喧嘩なんかしたら、勝っても負けてもいいことは何もねえ、取り返しのつかねえ怪我を負ったり負わせたり、警察の厄介になって仕事も失ってたかもしんねえ。もうあんたの人生は自分一人のもんじゃねえんだ。あんたの隣にいる人のことを考えてやってくれ。頼む。はい、わかりました。ありがとな。なんだか巻き込んで悪かったな一番。さあ行くか。おう。僕はマリーのことをきっとあなたと同じぐらい大事に思っています。正直言って、あなたがそこまでマリーのことを気遣ってくれていたなんて想像以上でした、トーマス。いえ、富澤さん。なんで名前を。どういうことなんだ。こちらの皆さんは僕が雇ったんです。店の前でばったりぶつかったのはそういう打ち合わせだったんです。ありがとう、皆さんのおかげで助かりました。お礼はまた後ほど。Sure thing, Mr. Kondo. Whew. These guys were no joke, though. Kondo, あんたは一体。申し訳ありません。僕はあなたを試してたんです、富澤さん。初めて会った時のこと覚えてます？僕が道に迷っていたところを声かけてくれましたよね。ああ。あなたは自分から僕に声をかけたつもりでしょうが、実は僕が声をかけやすいようにしてたんです。あの時点ですでにあなたのことは調べていました。マリーの恋人だった方で、無実の罪で刑務所へ入れられていたことも全部。なんだと。マリーはハワイに心残りがあると言っていました。もちろんあなたとのことです、富澤さん。最後にお別れを言わないわけにはいかないと。じゃあマリーは俺があんたと会ったことを知ってるのか。ええ、あなたと一目会って区切りをつけたいという彼女の思いを無限にはしたくない。ただ僕はあなたが出所した後、病というヤクザの部下になったことも掴んでいました。だから悩みましたよ。愛するマリーの願いは叶えたいが、あなたと出会うことでかえって辛い思いをするかもしれない。それでさっきの連中をけしかけたのか。トミーがどんな奴かを試すために。はい、それについては詫びるほかありません。ですが僕はマリーを傷つけたくなかった。俺だって偽名使ってあんたに近づいたんだ。騙そうとしたのはお互い様だ。それで近藤さんよ、あんたの目にトミーはどう映ったんだ。富澤さんから見て僕は好ましい人間じゃなかったはずです。自分のいない間に恋人を奪った男なわけですから。にもかかわらず富澤さんは僕をトラブルに巻き込む前と身を挺して喧嘩から遠ざけようとしてくれた。マリーを守るために。改めて富澤さん、あなたを試すような真似をして申し訳ありませんでした。あなたは立派な方です。あの人はマリー。あ、俺たちはちょいと外すか、近藤さん。ええ。よ、隣いいか一番。ああ、マリーさんとはきっちりお別れを言えたのか。まあな、近藤のやつは俺が思ったよりずっと頼もしい男なんだとさ。そっか。何より彼女幸せだってよ。一番聞きたかった言葉だ。だな。お前のおかげだよ一番。また今回もいろいろ助けてもらったな。またってなんだよ。お前と出会ったおかげで
俺は病んとこから抜けると決めた。で、それがあったからマリーとまた会えた。最後のチャンスを逃さずに済んだ。持ち上げすぎだよ。言葉で何言ったとこで感謝しきれるもんじゃねえ。だから好きなだけ飲んでくれ。俺のおごりだ。俺はもうおめえの懐具合だってよく知ってんだ。だから一杯だけおごられることにするよ。好きにすりゃいいさ。マスター、いいかい、この店で一番高い酒を一杯。ええ、お待ちを。いいか、トミー。なめんな、当たり前だろ。あ、それ俺もだ、マスター。二杯頼むよ。豪気だね。高い酒ってのはこういう時に飲むもんだ。本当にありがとうな、一番。これからもよろしく頼むぜ。おう。いらっしゃい。なあ。あ。いらっしゃい。プロフィールを編集できるよ。
フィールを編集できるよ。よし、目指すはデートだ。よっしゃ、いい反応だ。なんて返そうか。よし。よろしく。喜んでもらえたみたいだ。なんて返そうか。
これにしよう。そうだな。よし。よっしゃ、いい反応だ。どう？ここはスタンプだ。よっしゃ、いい反応だ。ありがとう。よし、全力でアピールだ。なんて回想か。やったぜ。いいぞ。やったぜ。よし。いいぞ。頼む。俺とデートに行きませんか。よっしゃ。どんな子か楽しみだな。ほほほほ。アロハッピー。お前もアプリやってたのかよ。ガンガンいけるぜ。